今からね、あの山に登りに行きます。一番上に小さく山頂のね、マークが見えてますけども、これを登りに行きます。そして今ね、お月様が出てます。はい、ちなみにね、こっち側もこんな感じです。はい、とうとう来ました。こちらにね、止めて、あの上まで上がっていきたいと思います。はい、こっから上がっていきます。千里の道も一歩から 3.3km。 よいしょ。はい、なんか注意書きがね、書いてます。注意書きがね、書いてます。はい、こんな道をね、上がってます。マウント、アブラプト、 1.6キロ、あと45分。はあ、頑張ろう。これでもすごい岩山、こんなとこ上がっていきます。今こちらからね、登ってきました。そしてこの景色、今からね、まだこっちの方に行くんですけども、ちょうどね、今この下を見ると、さっき車で走ってた下の道があそこに映ってます。はい、ここでね、まだ半分ぐらいです。はい、頑張っていきましょう。はい、ではこちらに進みます。これね、登ってるんですけど、こっちのね、あっこに人が登ってるのが見えて、あそこかなと思ったら、あっちだ。さらに高い。頑張らなあかん。今半分ぐらいのとこですけど、もうこの辺でいいん違うっていう感じです。ちなみにね、さっき右側映したけども、反対側もね、なかなかの絶景で、はい、あそこまで行かないといけない。でぐるーっと回ってくると、向こうに風力発電が見えて、はい、さっきね、写真撮ったりビデオを撮ったのはあの下ですね。あそこに駐車場、パーキング、路上駐車が見えてる。はい、近づいてきました。あそこです。あそこ、もうちょっと。あと20メーターのとこまで来ました。はい、山頂はあっちです。ビール飲んでる人いてる。ね、あそこ、さっき写真撮ったところ、一番最初、ビデオのスタート地点。はい、そしてね、
はずっとね、この中を通って、ずっとそこ通ってね、で、あの白いところを通って、結構ね、この高い山の半分ぐらいまで行ってね、下に降りていくようになってます。はい、ここでみんなねリラックスしたんですけど、みんな帰りました。さあ帰ります。また1時間半ぐらいかかるんじゃないかな。はい、リンゴかぶりながら。